フォアボール出さないという気持ちをすごく強く出したところで、まあ、甘くいっても打たれないんじゃないかなというような、これがいいボールですけどね、そういう考え方はあったかもしれませんけど、ね、なるほど、はい、ですからこの3番以降になるとまたディクソンの方もややスイッチを入れながらと、そういうことですね。バッターは柳田、昨日は5打数ノーヒットとここまで好調だったんですが、一休みという形になりました。これはあっとフェアゾーンでベースのところをボールが弾んでファースト小屋の頭の上を越えていきました。これは柳田としてはラッキー、小屋としてはいかんともしがたかったという少しアンラッキーな打球になりました。うん、これもどうしようもないですね。そうですね、はい、まあ、その後平野がしっかりとバックアップしていましたので柳田は一塁にストップです。さあしかしホークスは1回2アウトからですが、まずランナーを出しまして4番の内川です。